はい、皆さんこんにちは。午後日本語の時間です。今日のお客様はそうです。そういえばタラちゃんって、はい、アニメのキャラクターにいるの知ってる？タラちゃんって今のアニメじゃない、昔の先生が子供だった頃から今もあるんだけど、サザエさんっていう漫画があって。ああ、はい、知ってます。サザエさんの中にタラちゃんっていうね、子供の役があるのね。だからなんとなくタラちゃんって言っちゃうんだと思うね。この午後日本語のテーマソングをタラが作って歌ってくれてるんですよね。もともと私が作ってたんですけど、みんなが歌っていました。多分1日前にお願いしたんですよね。タラ、午後日本語で曲作ってで、明日までできるって言ったタラが、大丈夫です、大丈夫ですって。この後でタラは盲腸で入院したんだった。午後日本語急いで作ったから盲腸が痛い痛い痛いって言ったわけじゃないよね。関係ないね。じゃないです。関係ないです。中学の時、ある日本のクラブみたいのとかあって、そのクラブのメンバーからあるポスターを見て、そのポスターはベクトル戦国のポスターなんですけど、テアトル円熟って書いてあるんですけど、はい、でそのメンバーに聞いて、テアトル円熟は何ですかと聞いたら、はい、あ、ミュージカル劇団だよ、日本語で言われて、入りたいと思いました。でそれはまだ中学でした。あ、中学だったんだ。そうだね、中学だった。まだまだ遠いです、大学生までは、ね。まだまだです。中学と高校頑張って、はい、もう絶対、大学入ったらもう絶対演塾に入るんだ、入るんだってずっと思ってたの。はい。怒られるのが面白かった。特に誰に怒られましたか？先生に。怒られてどうして楽しかったの？初めての経験だから怒られるのが面白かったかなって思いました。なるほどね。で、まあ、怒られて、で注意されて、自分で頑張って、でちょっとずつ上手くなっていって褒められるというこのプロセスはね、はい、プロセスが楽しかったのかもしれないですね。楽しかった。もう一人たくさんタラのこと怒ったであろうと思われるのがファジャールですね。はい。先生の目から見てもファジャールはタラのことを本当に可愛がっていた。一番可愛がっている一番弟子だったと思う。だから一番厳しかった。最初の桜葉を聞いたとき本当に怒られました。どんな風に怒られたの？あんた、そのビールとかないのみたいなとか言われて。聞いたとき、間違いだらけなので、カファジャルが、ここ間違った、ここ間違った、何やってんの、今まで練習したみたいな感じでした。それでタラは何て言ったの？はい、すいません、だけでした。だんだん少しずつファジャルは、優しくなってきましたか、それともずっと厳しかった？だんだん優しくなってきました。練習の後どっかに行こうみたいなとか、うんうん、後で家まで送る、あ、優しいだったんだみたいな。あ、優しかったんだってね。だからやっぱりファジャルは仕事の時と仕事じゃない時のこの切り替え、スイッチがね、切り替えがやっぱりはっきりしてる、はい、ファジャルはやっぱプロフェッショナルの気持ちというのをとても大切にしてたと思いますね。日本公演に行く前にファジャルから何か言われましたか？はい。間違えないで。一言でした。そう。もしタラが新しい後輩がいて桜葉を弾きたいですって言ったら、タラは多分ファジャルと同じ感じになると思う。どう？だと思います。絶対そうなるだと思います。思った通りの日本でした、うん、例えばどんなことが思った通りだったの？人が歩くとき早い、駅でめっちゃ早い、なんかこう毎日こんな感じな、うん、毎日そんな感じよ。そんな感じだけど、タラはやっぱりいつか日本に住んでみたいなと思いましたか？思いました。そうだよね、嵐もいるしね、日本には。はい。
いきなり声がなんか明るく可愛くなったじゃん。あのタラは嵐がとても好きで大野くんのファンなんだよね、はい、嵐は突然ジャカルタに来ることが決まって、でもコンサートの予定があるかないかちょっと分からなかったんですよね、はい、その時に先生はタラに聞いたのよ。タラタラ、もし嵐のコンサートがあったら行きたいって言ったら、はい、もちろんですっていう感じで、でチケット絶対高いよ、いくらだったら買うって言ったら、はい、なんかね、あのね、一時たたく100万ルピアとかじゃなかった、なんかね、えぇーって不正みたいな感じの数字だったの。そのくらいタラはあの嵐が好きで、嵐の一番の魅力は何ですか、はい、それぞれのメンバーを、うん、あの応援し、うん、でメンバーを守る頑張る姿あります。いつもベストを尽くすこと、まあ、あの嵐もお互いにみんなで助け合って、みんなでいいところを出し合ってる、それも円熟も多分そういうところがあるかなという感じですね。コーラスがいっぱいの曲を作りたい、うん、であとその今まで作ったことないジェンレをまた挑戦したいと思っています。では最後はね、あのタラも知ってると思いますが、この5号日本語は最後にこの5号日本語っていうのをやらなきゃいけないんですが、はい、スピードが大切です。まあ、タッ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 タスタッカートですからね。今ファジャルが間違ってはいけないって言って、はい、まあ、間違っちゃダメだよタラって言ってますよ。いきますよ、はい、それでは、はい、1、2の3、5号日本語。ちょっと元気ない、絶対ファジャルがもっとタラもっとスマンガットだよ、元気出せよって言ってると思う。もう一回行くよ。はい。行きます。1、はい、2の3。ゴーゴー日本語。かわいい。素晴らしい。今日のゴーゴー日本語は、今年音楽部の部長になってもう頑張ってみんなのチームでね、一丸となって素晴らしい音楽を作ることをしているタラでした。タラどうもありがとうございました。では皆さんまた。ありがとうございました。